はい、こんにちは。速稼塾の久保です。岸田新総理が一番最初にしてくださった大仕事、大掃除について、私2点申し上げました。一つは、二階幹事長をはじめとする二階派閥を一掃したこと。そしてもう一つはですね、竹中平蔵を官邸から追い出したことですよね。この二つは私たち国民がずっと願っていたことではなかったかなと思ったんで、よく人の話を聞く、内閣、強制内閣っていうんですかね。こちらの第一歩としては大きな成果だったと思うんですよ。これは菅総理も安倍総理もできなかったことじゃなかったかなと思うんですよね。これだけでもかなりのスタートアップを見せたんではないかなと思います。さあ、そしてですね、その動画に対してコメントをいただきましたので、こちらの方で読ませていただきます。いつもコメントありがとうございます。返信ありがとうございます。二階さんや竹中の件に関してすっかり抜けてました。そういう実績はすぐにやってくれましたねと。直近で言えば、菅政権が本当にひどかった。独裁政治と言うべきか、口だけでだけで、国民がいくら声を上げても全部無視。コロナ禍でどんどん感染者が増えている中、臨時国会開けと言ってるのに、ね、そうですよ、開いてなかったですよね。挙句は自宅待機という名目にして、自宅放置にしている始末。もっと細かく書けばいろいろありますが、菅義偉という前総理大臣は、国民に寄り添う形ではなく、明らかに違う、私には独裁政治にしか見えませんでした。まあ、菅総理だけでなく、その取り巻きの前大臣たち含めて、最低最悪の政権だったと言わざるを得ない。そんな政権下で国民たちは暮らしてました。とにかく印象がものすごく悪かったんだと思います。うん。はい。前総理を選ぶとき、岸田さんは手を挙げてましたね、と。私も岸田さん、人として見れば努力家で嫌いではないので、菅さん、石破さん、岸田さん、個人的には岸田さんが総理になればと思いましたけど、結果は菅総理でした。それでこのざま状態です。こんなに政治不信させてしまった、菅政権の新抜き的な感じで夢でもある総理になれた、岸田総理。すべてを批判からこの総理を応援するのはやめようと思っていません。うん、でもあまりにも前の政権が悲惨すぎるほどダメ政権でした。はい。もうすべての政権閣僚問題がクソにしか思いませんでした。菅筆頭に、麻生。もう本当にこの人が一番のガンだというのは私も同じ気持ちです。今回ね、麻生財務大臣も財務大臣の職を辞したということでですね、これも菅総理の一つの実績じゃないかなと言いますね。はい。完璧に言うと麻生が一番悪い。いや、私もね、麻生太郎が財務大臣にいるっていうのはけしからんと思います。だから辞めてもらってよかったなと思いましたけども、やっぱりあちらを立たせばこちらが立たずですかね。副総裁というんですか。面倒な位置にいますよね。まああと1年2年のことだと思いますので、麻生さんの最後の仕事、お手並み拝見といきましょうか。それではコメントありがとうございます。で、次のコメントなんですけども、やりましたって書いてくださってますね。はい。で、あと、小金虫さん、竹中くん、ざまあみろ、麻生クビだーってね。あともう一件コメント入ってますけども、明夫さん、竹中平蔵も官邸から追放した。菅総理はいい仕事してると思うわ、みたいなところですね。はい。まあ、どういうふうに見えるかは、人、それぞれ様々ですけども、だから、自分に見えてないところを見てる人がいるかもしれませんので、こうやってね、いろいろと話し合うことって、お互いに気づきがあると思うんですよ。それから本当に警戒しなければいけないところがどこかな、っていうのがね、私に見えてないところが多いと思いますので、またコメントなどで教えていただけると助かります。よろしくお願いします。